皆さんこんにちは。健康フィロソフィーのリポーターをさせていただく佃彩です。この健康フィロソフィーという番組ですが、滋賀県で行われている先進的医療の取り組みを皆さんに紹介する番組です。博士。はいはい、フィロソフィー博士じゃ。今回は主婦リポーターということで、いつもとは違った目線でリポートをよろしく頼むぞ。私がリポートするテーマは何ですか？乳がんについてじゃ。最近はタレントの方が乳がんであることを告白したり、闘病の様子をブログで紹介したりと、今話題の病気の一つですね。乳がんは年間9万人ぐらいの人がかかっておる。しかし早期発見をして適切な治療をすれば、非常に治る率が高いがんでもあるんじゃ。でも治療によっては大切な胸を切らないといけなかったり、髪の毛が抜け落ちたりと、とっても不安も大きいです。そうじゃな。でも正しい知識と適切なサポートがあれば、乳がんも怖くないんじゃ。敵を知り己を知れば、百戦危うからずじゃ。博士も意外と古い言葉を知っているんですね。まずは乳がんはどんな病気なのか、最近の治療法はどうなっているのか、私立長浜病院で聞いてくれ。頼んだぞ。はい、聞いてきます。私立長浜病院外科責任部長の東出俊一先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。年間9万人くらいが乳がんになると聞きました。これは多いのでしょうか？はい、やっぱり最近増えてますよね。で、各年代層によって全体に増えてると思います。はい、こういったお話を聞くとちょっと不安になります。乳がんの治療ってどういった治療があるのでしょうか？はい、乳がんの治療というのは個人個人の、その状態に分けて治療していきます。で、いろんな治療がありますけども、まず手術療法、それから放射線療法、それからホルモン療法、化学療法、これはいわゆる抗がん剤ですね。それからまた最近話題になっている分子標的療法、このような療法があると思います。はい、乳がんの治療はどのように選択されるのでしょうか？乳がんというのは大きく分けて4つから5つに分かれます。で、その、乳がんの特性に合わせて患者さんによく効く薬を、もしくは効く方法を、使い分けます。こういうのを、テーラーメイド、もしくはオーダーメイドの治療というふうに申し上げています。おさらいすると、乳がんの治療は手術、放射線治療、内分泌療法、化学療法、分子標的治療などがあり、それぞれの治療を単独で行う場合と、複数の治療を組み合わせる場合があるんじゃの。がんの性質や進行具合、全身の状態や年齢、合併する他の病気の有無などに加えて、患者さんの希望を考慮しながら治療法を決めるんじゃな。いろんなお薬が出てきてます。そしてまた全世界的な、臨床検討も進んでいまして、その使い方、それも進歩しています。で、非常にだから今は乳がんの治療というのは年々進歩しているという状況であります。そうすると私たちが過度に心配する必要はないんでしょうか？はい、早めに発見していただけると治療法も簡単ですし、ご本人にとっても楽だと思います。そしてまた不幸にして、大きかったり、再発してきた場合でも、非常にいろんな方法がありますので、我々は決して諦めません。で、いろんな方法がありますので、それほどご心配はならないと思います。まずは病状を詳しく把握し、わからないことは主治医に何でも質問することが大切じゃ。でもなかなか相談しにくいなと思うかもしれないが、大丈夫。専門の看護師さんがおられる場合も多いんじゃ。こちらは私立長浜病院がん看護専門看護師の山岸美希さんじゃ。
乳がんなど女性特有の病気となると近くに女性の看護師さんがいてくださると安心しますね。私は普段外来でがんと病名を聞かれた時に同席させていただいたりしてるんですが、やはり女性ですと仕事や家庭でいろんな役割を持っていらっしゃるので、周りの影響など特に気にされる傾向があるようには思いますね。専門看護師さんということでどのような役割があるか教えてください。はい、専門看護師には主に実践、相談、調整、倫理調整、研究、教育など6つの仕事があります。患者さんの相談に応じることも大きなお仕事ですが、医療従事者の教育や研究の活動の支援、あとは相談に乗ったりすることも大きな役割の一つです。時々先生と看護師さん、患者さんと間に立ってお話をさせていただくこともありますし、いろいろな治療の場面でご相談に乗らせていただいています。どのような内容の、ご相談を受けられることが多いでしょうか。はい、やはり女性ですので家庭のこと、仕事のこと、そして自分ご自身の見た目のこと、そういったご相談が多いですね。あとは、ご家庭のお話ですと、例えば近所の人にどのように説明するかとか、ご主人にどのように伝えるかとか、コミュニケーションの問題もやはり多いようには思います。見た目の変化に対するサポートは何かあるんでしょうか。はい、今は、がん拠点病院ですとがん相談支援センターなどでウィークのご紹介や、あとはお乳を取られた後の人工乳房などのご相談としてアピアランスケアを提供する施設も増えておりますので、そういったところで相談を受けることもできます。髪の毛が抜けてしまうなど治療の副作用に対する見た目のケアをアピアランスケアというんじゃ。詳しくは滋賀県立成人病センターにがん相談支援センターがあるので、そこで教えてもらおう。こちらにがんサポートセンターラウンジと書いてあります。入ってみます。綺麗ですね。ラウンジみたいです。こちらにがん相談支援センターがあります。お話を聞いてみたいと思います。こんにちは。県立成人病センターがん相談支援センターの岡村修さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここがん相談支援センターではどんな相談ができるんですか。がんに関するいろんなあらゆる相談にお答えしている場所なんです。がんに罹患されますと治療期間の選択だったりとか、治療法の選択ですね。他には医療費とか生活費とか、その方が働いておられたらね、お仕事のことだったりとか、子育て中の方だったら子育てのことだったりとか、いろんなこう困りごとが出てきますね。そういった相談に応じている場所です。がんに関わるあらゆる相談に乗ってもらえるんですね。その中で抗がん治療によって髪の毛が抜けてしまった時などに受けられるアピアランスサポートというのはどういったことでしょうか。一般的にアピアランスというのはですね、広く外見を表す言葉なんですね。乳がんの治療の場合ですね、乳房切除によってボディイメージの変化だったりとか、セクシャリティへの影響があります。術式によってはリンパ浮腫が発生することもありますし、その後の、抗がん薬の治療になりますと、薬によっては脱毛だったりとか皮膚のトラブルですね、そういったいろんなこう外見に関する諸問題があるんですね。そういった諸問題に対しての支援を、アピアランスサポートと呼びますね。がんの治療をしているからっていろんなことを我慢するっていうのは嫌ですもんね。おしゃれもしたいです。そうですよね。長い間医療の中ではがんの治療っていうのが一番の目的とされてきて、副作用等で起こってくる外見変化に関する支援っていうのは二の次にされてたんですね。ただがんの治療はですね、入院治療から外来治療に変わってきてますし、そうなると外来で通院しながらお仕事をしたりとか子育てをしたりとか、
社会生活をされる中でですね、治療される方が増えてきていますね。でそういう方が多くいらっしゃる中で、まあ、抗がん剤により外見変化する中でこう人前に出れないとかですね、お買い物に行った時にこう皮膚の変色が気になるとかですね、まあ、自分らしくなくなっちゃったとかですね、そういった困りごとを辛さを抱えておられる方もたくさんいらっしゃるんです。県立成人病センターのがん相談支援センターのがん情報コーナーにはアピアランスサポートコーナーがあるんじゃ。ちょっと見せてもらおうかの。これはウィッグですよね。これはどういう時に使うんでしょうか。これはですね、抗がん剤を使うとですね、大体こう1回目の抗がん剤を使って10日から、まあ、2、3週間のうちに髪の毛が抜け始めるんですね。で抗がん治療をまあ続けて、抗がん治療が終わってからですね、大体3ヶ月から6ヶ月ぐらいで、まあ、自毛が生えてくるんですね。で、まあ、その治療中ですね、あと治療後、まあ、ご自身の髪の毛が生え揃うまでですね、まあ、髪の毛だったりとか頭を保護するような、そういったためにかぶられますね。いろんなヘアスタイルがありますね。お値段も高価なものから安価なものまで様々なんですね。高いものがいいっていうわけではなくって、やはり長く、ね、治療期間、あと治療をかぶるものですので、お気に入りをね、見つけてくれるのが大事ですね。他にもいろいろあるんですね。そうですね、こちらはですね、乳がんの手術を受けられた後だったりとか、放射線治療中のですね、ワイヤーが入ってない下着ですね。どうしてもこう傷があったりとか、放射線で当ててられた皮膚のトラブルがある中で、ワイヤーが入っているものをつけちゃうと、こう締め付けて傷が痛くなっちゃったりとか、こう皮膚のトラブルが起こったりするんですね。そういったところにつけていただく下着です。こちらはですね、乳房再建術のパンフレットと、あと人工乳房のカタログですね。最近乳房再建術は保険適用が拡大されて、昔ほどハードルは高くなくですね、受けていただくことができます。こんなにもいろんなものが整っていて驚きました。ただアピアランスサポートはですね、副作用を隠すっていうことが目的ではないんですね。まあ、その方ご本人さんが、ご家族やその方が過ごしておられる社会生活の中で、まあ、その方らしく病気が得られても過ごしていけるようにしていくのが重要ですね。ですのでウィッグをつけなければいけないとかですね、必ず再建術を受けなければいけないというわけではないんですね。まあ、そのいろんなこう困りごとに対してですね、その困りごとが少しでも軽くなって、ご本人さんが治療と社会生活が両立していける、そういうことになっていくことが大切ですね。がんに関する相談窓口はそれぞれにお住まいの地域、県内13の病院に設置されておる。相談は無料じゃ。ただし病院ごとに受付時間などがあるので、詳しくは問い合わせてほしいの。がんになったら戸惑うことも多いと思っていましたが、その後サポートしてくれる人や相談支援センターなどがあり、元の生活に近づける方法があるんだということが分かりました。その通りじゃ。滋賀県にはがんになっても安心して暮らしていけるように、さまざまな取り組みがあるんじゃ。それでは皆さん、次回の健康フィロソフィーもお楽しみに。